はいどうも皆さん、ユハバンはユハイチャンネルのハイです。ということで今回なんですけども、マルコテモンね、使っていきたいと思います。これまでね、翔さんからツイッターの DM にて出来事をね、いただきました。本当にありがとうございます。なんとね、初日に爆速でマスターに到達したマルコテモンだそうで、まあ使ってみたんですけど、めちゃくちゃ強かったですよね。まあマルコでバウンスしながらリソース回復、そして天文から出てくるパーフェクトギャラクシーアガピトスで、アガピトスからアマリンエルカイオを出して、それを進化元にキングを出していく。今ねキングめちゃくちゃ刺さってる環境なんで、マジで盤石のデッキとなっております。まあ爆速でねマスターに到達したい方はね、ぜひ皆さん使ってみてください。よろしければチャンネル登録、グッドボタンもねよろしくお願いします。ということで早速下の方に行きましょう。行くぞ。はい、ってことで対戦の方よろしくお願いします。さあ1試合目でリプレイで振り返っていきましょう。さあデモハン、アクアン、アガピ、アガピでね始まったオープニングハンドなんですけども、さあエタノールカード埋めまして、さあまあアクアンでねリソース回復しながらアガピアガピ、さあ天文も引きましたね。さあトップオブザデックパーフィン、波乗りパーフィン、さあアガピとそう言っていきましょう。アクアン、さあリソース回復してるけど、さあスリードル決め込んでいきましょう。さあこの3ドロー正解を変えますね。さあパーギャラ、ボイジア、アガプトス、この天文のバリューエグすぎ。さあ斬撃マッハアーマー、最近マジこの斬撃ね、マジでね思ってた7億倍強かったね、登場したら。さあ行きましょう。進化ギャラクティボルテックスエンペラマルコア、ここの3ドローでまあ天文のバリューを上げていく。まあこれ以上上げてどうするんだと。さあダブルブレイク、これもビートですよ、男は黙ってビート。ここでデモハンとか引く分には全然いい。さあデモハンド OK、 これ計算通りだね。で次天文パーギャラアガピで、もう終わりじゃん、もうほぼゲームセットかな。さあロスチャー、ロスチャー、さあハイドロバズーカ、これにはカメックスもびっくりだね。さあダブルドローからのエマージェンシー台風搭載。さあアガピ引いてきました。もうボイジャー必要ないでしょ、開き夢の扉天文。さあここでアガピとパーフェクトギャラクシー、これ無敵すぎるね。そしてアマリンは打点として、そしてキングアルカディアスの進化元として、そしてエンペラーマルコの進化元にもなり得る汎用性の塊、いわば汎用神。さあローマノフ、さあこれ斬撃マッハアーマーでですねスピードアタックを得ますが、さあソウルアドバンテージでアドを取っていく。まあアドバンテージで縦4枚粉砕されますね。さあ行きましょう、ソウルアドバンテージ、ハンド4枚粉砕されますが、アガピが生き残っていく。さあこれブロックしましょう、無敵なんでね、無敵艦隊スペイン。さあ見せていけパーギャラ、これはもう決まったかな、無敵艦隊。これ2枚パーギャラがね来たらもう何もできないからね。さあマリンで入りましょう。さあトリガーありません、さっきのやっぱエンペラーマルコの爪正解でしたね。さあパーフェクトギャラクシーでダイレクトアタックです、アドッシャー。はい、ってことで対戦の方よろしくお願いします。とさあムルムル、ボイジャー、デモハン、ボイジャー、エンペラーマルコでね始まったオープニングハンドなんですけど、まあデモハン埋めましょうかね。さあお相手しレッツ粒子置いてターン終了なので、まさかのガントロマキシマスデッキかなと個人的には思いますね。さあライフなんで、一応これ盾から天文来た時のための受け12分に発揮していきたいですね。ここボイ、いやデモハン2枚置こうか。まあ、ここで相手は思うわけですよね、デモハン2枚置いたと、事故ってるのではないでしょうかと。じゃあガントラ着地させますよね相手は。まあ、この油断が、まあ、相手はまあ死を招くことになる、これまだ分かってないですね相手。まあボイジャーアガピトスだよね。じゃあムルムル出しておくプランニングありましたね、ボイ、いやあったかな。いや穴子ナイト頼む、縦から天文、上からマリコのごとく縦から天文、天文だからできたこと。アマリーン花からラッパー、いやーきっついこのガントラビート。天文なんで来ないか、天文やばいよ、天文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 まずい、パーギャラでもいいって。エンペラーマルコとガーマリン出せないんだよな、なぜかってガルベリアスドラゴンというチンパンジーみたいな付録があるからなんだよね。頼む、縦ゼロになったらきつい、アナゴナイト。天文だって一番も見えてないよ、縦に一番あったとおかしくないでしょ。どんどん運ぶな、もう一生運んでくんな、頼
ームって千葉ロッテやめろって千葉ロッテナイス2まだマイルがこれアガピで一応アガピでお茶は濁せそうやめろって千葉ロッテやめろって千葉ロッテパンナコッタパンナコッタなんてこったパンナコッタこれが見据えていた世界なのでしょうか皆さん僕が見据えていた世界それはデモハン二枚張り隊長さあ行きましょう連女性でアガピトスワンダフォーこれを運ゲーという人がいたらあなたはデュエルマスターズプレイス向いてないかもしれませんこういうゲームなんですよやっぱ縦で巻いていくこれが醍醐味だよねこれが醍醐味ですよ皆さんこれがデュエルマスターズプレイスですよ皆さんの求めていたプレイスこれがプレイスですプライスですさあこれガルビリアスこれねジャッカルからスムルムの墓 OK ナイスナイスこれガルビリアスをねケアするああ超絶強化しましたねいいねちょっとアマリン置きたくないけどちょっとねアマリンがね腐りがちなんだよね正味の話ちょっとねガルビリアスケアするために水は置けないんだわアポカリプスで持ってないガルビリアス持ってないぞならばこれはワンチャンの世界たどり着くかなるほどちょっとムルムル置いてマルコ出しましょうもういいガルビリアスを持ってない世界線だと俺は思うんだわこのキープは多分違うショリフだと思うさあ OKOKOK ナイス2でもスピードアタック会えないんだよねこのガルビリアスドラゴンって今ので現段階ではてかもう持たせません一生列流しなきゃやめて OK ナイス王の証はレンジのせいでアガピトスがね見せてくれますからねさあベガこのベガ世界を救うベガになるそうですねだがしかし行きましょう開けいや夢の扉しなくていいかな多分これアガピで行きたいんだけどな正直な話これね天文いや違う難しいいやアガピだねいやこれどうするもう悪出すわ悪が強いねここでの悪はでまあガルビリアス来たとしてもベガで回復しながら戦えるっていう動き悪はサファオッケー何を戻す悪ねオッケーガルベリアスとか烈流神があまりにもきついなでもこれ烈流神じゃないことも分かってるんでちょっとリエスアガピ出してこれリソース回復っていうかキングをね取りに行きたいねいやでもこれ5枚以下だっけドローできないっけかこれ5枚以下かドローは進められないかエルガル出しましょうキングでもねまだ1枚も見えてないから全然もうトップキングの可能性あるね。オッケー、ナイスドロー。いいドローだ。で、ここはちゃんと盤面取っていきましょう。トリガー強えからな。これ打点、結構これキングとか着地させないとちょっと殴るの怖いよね。正直に話さ。あー、アポカリプスで。オッケー、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 オッケー。いいよ、いいよ。全然このアポで怖くないね。さあキングナイスキングナイスだねじゃあこれベガでシールド追加しながらジャックかでエルカイオを出しといていやあまりいやエルカイオを出しといてキング乗っけましょうキング乗っければもう怖くないからなジャックアルカディアス OK 熱粒子もう出せないからね、キングだと。ここのキングもう絶望じゃないか。行きましょう。シークレットバージョンも引けましたね。進化ギャラクティボルテックス、セイガイア、キングアルカディアス。これ相手絶望じゃない?いや、絶望だと思うよ。
だってもうトップ勝負だからね。うわー強っ、マジで言ってんの。すっ、あいい強っ。さあエンペラーモルコも引いたね。じゃあもうこれパワーギャルでしょ。これはやばい、このパワーギャラ世界変えるね。不死身ですからね、不死身男爵防具涙目だよ。さあ立て直される。さあボイジャーだが山がねなくなってきつつあるんで、ここちょっと急がないとまずいかなと。どっかのタイミングでは殴らないといけないからな。アポデー入っての怖すぎるね、ガントロデッキに。でもまだ殴るタイミングじゃなくて、タマリンキングとかもしたいしな。これまたアポデーとか持ってる可能性あるよね、相手全然あると思うわ俺。いや全然あるよマジで、本当にあると思う。だからこれはもう盤面最小限に、さすがに俺も学んだわ、マナブくん。殴ります。さあトリガーはあるだろうけど、2枚なければバリアントスパーク赤サファ OK。 でもサーファー封殺、バリスパ怖え。あでも蘇生ガントラでも、ガントラじゃないガルビリアスでも一応この全役で受けられる。ゴッドリンクしててよかったね。スタリツ粒子 OK、 ナイス。さあガルビリアス封殺出ませんよ、キングキングいるよ。このキングだよねやっぱ、ブロックしましょう。神の裁きですよこれは。さあ天文、じゃあアクバン埋めていきましょう。アマリンこのキングで圧倒的ロック、キメアロックなんて効かないと思いながらキングアルカドスでロックしていく、この動きあまりにも強い。パーフェクトクラッシュ選択できません、これは覚えてし自利品なんじゃないでしょうか。さあギャラクシーでダイレクトアタック対して、ありがとうございました。はい、ってことで対戦の方よろしくお願いしますと。さあアマリン天文、アガピアガピ天文でね始まったオープニングハンドなんですけど、かなり尖ってますねハンドが。これ縦だったら強かったんだけどね。さあ超絶究極支援、これでねマナの色揃えられるのはかなり激アツ案件。とりあえずアマリンから入ることによって織りなすエンペラーマルコのハーモニー、さあおぼろかげろう、こいつの万能声半端ないですね。だがしかしマナは1枚、文明が1枚なのでワンドローワン入れ替え、やばすぎる。その天文が連なっていく、ラス盾天文欲しいね。1枚はちょっと天文盾に埋まっててほしい。希望的観測、希望的リフレイン、さあおぼろかゲロ3パス、やばい、それはえげち、えぐち。これ天文ちょっともうないですね盾に。さあキャプテンミリオンパーツ、ピラミリオンだったらやばい、危ない、相手も事故ってるぞ。さあエンペラーマルコここに権限する、このエンペラーマルコ世界を救うエンペラーマルコになりそうですね。乗っけてってスリードとしておぼろかげろを戻していく、まあ戻す必要はあるのかないのかこれ議論ですけども、まあ一応事故ってるのあれば戻そうと。さあガトリンガー支援物資送る、さあ支援物資送ってもらいましょうか。まあ、ガトリンガーを戻すのはちょっとさすがに、このプレミの絶決と言われてる私口でもちょっとしないかなと。さあ行きましょう、進化ギャラクティボルテックスエンペラーマルコは、盤石オブザ盤石のね、着地を見せまして、スリドロー決め込んでみましょう。さあ強い、これなんですよね。結局、見据える先、天文アガピアガピ、そして縦からムル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 、縦からじゃねえわ、ハンドからムル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 、これが見据える先ですよね。さあおぼろかけろ、まだエンペラーマルコじゃなくてビーナスラセイントマザー乗っかってきませんと。さあガトリンが殴ってきてくんないかなこれワンチャン間に合わねえっつって、特攻するっつって新武士を送る。だからここで天文を打つことによって相手がもう天文ないこと丸分かり芸人。さあボイジャーもうここは必要ないでしょう、
行きましょう。開け夢の扉、天文アガピアガピ。さあ決め込んでいこうぜ、気合入れていこうぜと。さあここで織りなすのはアーマリン、キングとか引きたいっすけどね。そしてここでアマリンだね。やっぱサイバーロードを並べておきましょう。打点だしね、一応。で、グレートメカオデッキって、そこまで、強いイメージがないんですよね。あの、トリガーが。まあ、でもサーファーと、あ、でもエナジースパイラルとか入ってるね。あ、トリガーじゃないわ。で、一応ここで、ヴィーナスとかじゃない限り、さ、ヴィーナスのプランを諦めるか？なんだこいつ。Are you ready? Are you ready? 歌プリですね。歌のプリンセス様、マジラブレボリューションですね。やっぱリスペクト感じますね、さすがに。ここまで来ると。さあ、ムルムル。これはもう、いったんじゃないでしょうか。これも出します。もう盤面埋め尽くす？関係ありませんよね。ここでだって、全処理してしまうのだから、もう問題はないんじゃないかなと、個人的には思いますけどね。この盤面制圧力。これアポカリプスデイ来たら僕は泣けますけどね。さすがに入ってないでしょ。ここまで見えてないとアポカリは入っていないんじゃないかなと、個人的には思いますね。さあ、ダブルブレイク。まあでもここでアポカリ打ったとしても、まあアガピエル海王、全然ハンドからまたまた横展開できる可能性を秘めてますので。さあ、フェニコラーラ。迷いない間の置きからの、来てしまうのか。あの、伝説の呪文アポカリプスデイが、さあピラミノンですね。さあこれでアポカリはなくなります。もう打点は足りきっている。ここでブロッカーを出されたとしても押し切れるだけの力の盤面、これありますね。さあサーボルトで止まるほど天文は甘くありませんよと。さあガニスター、沢村じゃねえエビワラーだぞと言わんばかりのこの盤石の着地。さあ対戦ありがとうございました。はい。ってことで対戦の方よろしくお願いしますと。さあ、超絶究極神、アマリン、キングアルカディアス、エタがデモハンでね、始まったオープニングハンドなんですけども、さあ、竜極神。まだに置いてデモハン、アマリンかな。でもここでアマリン出すのは果たして強いのか弱いのか、美味しい給食を食べながら静かにご覧くださいと。さあ、トップ、オブザデックエンペラマルコ。マルコを来たことによって、まあ、アマリンに乗っけられるんで、まあ一応アマリン出そうかも。で、丸子出しながら、リソース回復しながら、バウンスしながら、お相手し、ロウ・バンレイですね。ロウ・バンレイちょっと怖いね。こういう天文を使ってると。さあ、ジャック・ライド？ティラノ・ドレイクデッキか。さあ、コメチャー。ここでマナチャージ。さあ、キング・アルカディアス、権限するんで、ここマナに置きながら、次、何か出てきたら、まあ、エタガでお茶濁して、エンペラー・マルコ、盤面戻しながら、スリードローして、まあ、組み立てていくっていうプランニングがね、まあ、今んとこ見えていると。さあ、ボルガオルジャック。ボルガオルジャック怖いね。さあ、ジャックライド。これはさすがにエタガで埋めて、ドルザファールとかね、出てきたらすごい厄介なんでさ、ボルガオルジャック。まあ、進化させないっていう動き。これがね、やはり大事なので、パイガル2枚目なんで置きましょう。そして、ここ、エタナルガード。魂と記憶の盾。そう書いて、エタガと読みますね。さあ、これはかなり強い。で、まあ、次トップリームだったらパーゲル置いてエンペラマルコ3ドロー。で、レインボークリーチャーを引いて、さあ、竜王のキラー、オッケー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 。さあ、ベガか。ベガとアルタイル。さあ、パーフェクトギャラクシーを置きまして、いきましょう。進化、ギャラクティ・ボルテックス、エンペラ・マルコ。ここに権限してくれ。さあ、ボク様の姿をね、見せてあげますよと。強すぎますね。で、次、ベガ。ベガから入って、キング。これはやばい。これはもう全米が涙しますよ。まあ、アガピでもいいしね。アガピで出てきたのタップインしながら破壊する。竜王のキラー。多分連なってこないでしょう。さあ、来るんかいと。さあ、僕の笛の音が来てしまうと。さあ、ボイジャー。僕のボイジャー。これ、アガピトスしかないんじゃないか。行きましょう、アガピトス。仲間たちと共に。そして出すのは、エルカイオーかな。ボルガウルが乗っかってくるんで、ここね、ボルガウルが乗っかってくるんで、ここ一応盤面取っちゃうと、
なんか本当にすごくめんどくさいことになりそうなんで、ここボルガール乗っけてきたらキングで返せるんで問題はない。まあ多分エルカイユを多分アタックトリガーとかで破壊してこないと思うんだよね。まあ、キング警戒してアタックトリガーでエルカイユ破壊してきたらもうこれあっぱれですね。もう相手が多分アガピ破壊してくるんじゃないかなと思うんで、うわーさすがです、隊長一生ついていきます。なるほどね、まあ、やはりそうなってしまいますよね。おっと、まあ一応天文で、いやこれ強すぎるこの盾で、ムルムル出して取れますね。タップインで全処理です、盤面全処理で、ベガでシールド回復しながらキング乗っけていく動きが完成してしまうと、あまりにも強すぎますね。行きましょう、腐敗するじゃベガ、ベガとアルタイル、さあワンハンデスしながらのワン追加シールドで上から取れます、そして上から取れます、で次キング乗っかります。まあこれキング乗っかったらもうお相手し、ボルガウルもドルザバードも何かワンクッションなきゃ出せませんね。それ結構しんどいんじゃないか、縛りプレイ要求されていく。さあ6マナ、さあ何もできません。さあロードレース行きましょう、進化ギャラクティーポルテックス、キングアルカディアス、これですね、キング強すぎる。降臨していけ、でもデモハンとかあるとちょっと辛くなってくるねっていう感じなんだけど、だがキングを出すことによってあるで、やっぱデモハンはあるとやっぱちゃんと持ってるからね、上級者はデモハンを、そいつはつえーや。じゃあいきましょうガプトス、どっかしらのタイミングでこっちが殴んないといけないんで、一応打点は揃えていきたいですね。一応アマリン出して、まあでもキングも2枚落ちちゃってんな、と打点揃ったら殴りに行くしかなさそうだね。さあターン終了、不穏なターン終了だね。さあエンペラマルコ強い、ここマルコ乗っけてマルコから入るしかないですね。ダブルブレイクしまくろうか。さあエルカイオ、一応エルカイオ出す、見たまえこの速度、いざ参らん戦国の求人ですね。エルカイオ出さなくてよかったか、このタップインのスキルをふんだんに使うのであれば。だがさっきデモハンも撃って、デモハン何枚見えてる、デモハン1枚2枚あんじゃもうないでしょう、統計上そんなにデモハンはない。いけアガピトスでダイレクトアタック対戦、ありがとうございました。はい、ってことでね、マルコ天文いかがだったでしょうか。かなりね強いデッキなんで、ぜひ皆さん使ってみてください。よろしければチャンネル登録、グッドボタンもねよろしくお願いします。ということでまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。